お疲れ様です。今日はセミナー戦の19日目やっていきたいと思います。ということでゲントロ7229ですね。そしてシーズン残り時間が10日ということで、まあ10日であと800か考えれば考えるときつそうですね。まあ鬼畜ゲーですけども、いきます。はい、8000絶対いきます。ということで今日はねディーガーでやっていこうかなと思います。もう負けなければぶっちゃけトロはね上がるだけなんで沈むことはないので、まあ、一戦一戦ちょっと集中してねやっていきましょう。で、まあ、今日ディーガーの理由としてとかスケバレでやってたんだけど、あのスケバレだとね施設持ちに勝てないですね。やっぱスケバレが届かない、落下もしない、あいつら何やってなって、そう今まで勝ててたホグとかにね、リガーじゃないスケバレ型だと負けちまっててね、マジ 2.6 ホグ 2,3 連チャンぐらい引いたんですよ。でいやリガーだったら勝てるのになーと思って、はい、リガーにしました。で今回の相手は30使徒で、30使は今までリガーだと負けてました。でスケバレだと勝ってました。はい、あるあるですこれはまあクララあるあるなんでね。いやー序盤にダメージ与えて逃げ切りがベストだけど、ロイホグブーちゃんがちょっと来そうだな。いやーさすがここキンキドできんな、美味しい。いやーでアイゴルハンター型だと多分ね普通のロイホグじゃないの、エリポンがないんじゃないかな。いやーこれ許容はバカか。まあでもシャアなしの許容しながらねキンキドしてるんだね。ヒースピだけゴルダンからのヒースピ、おお、いや、めっちゃでかい、めっちゃでかい。え？いや、それマジででかい。いやー、まあでも、これを削ってもワンパンされるんでね。この黄色い野郎に。いや、マジで30死ね。めっちゃやる。3死に6個勝つだな。なんか、一昨日ぐらい、トラゲやってたんですけど、このアカウント。枯渇5連チャンぐらいで引いて、なんなら6だったかな。いや、マジで。もう枯渇しかおらんやないかいっていう。2回に1回30死とか、もうこの3種類ですね。このトロ隊は3種類のデッキで回ってます。よいしょ。いやーいいんじゃない。まあ言うのこれは許容ですね。あーてかキングキドしてる、なんで。ちょっと待って疑問。俺なんかやったっけ。キングキドするカードあるこのデッキに。え、もしなんで、どうやった相手。ああ俺がトルネードでやったんや俺やったわトルネで。ごめんなさいごめんなさい。相手どうやって一体金起動したんだろうって今さめちゃくちゃ謎に思ったんだよね。これですわ。はい、僕でした。やってたの犯人僕です。いやーこのゴースト痛いな。いやめっちゃ痛い。ゴルナイはいいや走っても。よしよしよし。いやーまだ悪くない、全然悪くない。問題はね俺のやっぱダメージがねなかなか刺さんないんでね。やん、イカれちもうた。さあ言うのこれアイゴレか。削りゴルナイ。いやこのプリンダメージマジでかい。いやウッドもいるなあと。ウッド2周して、止まれ、危ない、危ない。このゴリラだけは許さん。ハシマプリン絶対読めない。オッケー、これ読まれてんのか。いやウッド、ウッドのダメージなんぼ言うのが入る入る。いやでかすぎる。さあマジでこの3種類ですね、26枯渇30死しかいないので多分8割ぐらいこれですね。この3つで勝てれば熱いね。さあよろしく。いや今日はマジで負けない、絶対73。いや毎日100ずつでガチギリなんで、なんでもペース配分としては悪くないよね。さあ回すいけー。いやーこれね一番いいのパターンがね、これにもうジャイつけてスケラポーンなんですよね。似たようなもんだな。エリババ、あーこれ多分縦線ミラーがいい気がしてきた。
で、マスケはしょうがないんで許容です。やなめ、やなめのマスケリババの、なんだこれ。ゴレとかではなさそうで、なんかジャイスケラでもスパーキーとかなのかな。ね、ダックプリミニペのマスケはね、ちょっとレアだな。レアザップ。ジャイスパか？メガゴ。まあ、ジャイっぽいよね。かもなんもない突撃マシン。あー、やっぱジャイでしたね。いやー、これねー、どうだろうなー。縦線めっちゃ大事、言うのも大事だな。もう一回頭突きしてみようぜ。16。やばい、痛い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 。いや、しかも金ギドもできてないから痛い。痛いよー、マジで。なん、いや、これは負けたくねえ。これに負けたらもう屈辱だって。格上のなんかよくあるデッキみたいなもんでしょ、これ。ジャイリババチン。パン。よし。やべ、なんで俺プリンそんな一マス下に出してんだ。やばい、これ。レイジあるかな、ありそうだな。やばいよ、これ。マジで助けてほしい、誰か。マジで助けてほしい。なんだこのデッキ。やばい、間に合う。心配ないかい、心配ないかい。全てを失いましたもん。いや、これもうきつくね。いや、マジでこういうデッキが一番勝てない。うわー、ジャイエリババダックプリー、しかもディガーなしっしょ。やばいな、これに負けるの結構屈辱だな。いやー、しょうがない。じゃあ今から負けなければね、もうチャラです。チャラというかもう何でもない、なかったことにしよう。さあ、メガよろしく。なんかヤナミザップのなんだろうな、結構重めなデッキとかならまだいいんですけど、なんか地味に変えて早いんですよね、ジャイって。ジャイ、ダクプリ、まあ、もう一枚でヤナムザップ打てる。で、ジャイもう一枚、もう一枚か。で、ヤナムザップ打てるんで、結構きついっすよね。いやー、悔しいな、今の。おー、来た！なぜか笑ってるやつ。さあ、墓石メガゴ、まあ、ラバっぽい顔はしてるね。僕ラバだよっていう顔はしてるけど、わあ、ラバ掘りは渋い。待ってくれ。ラバ掘りは、ガチで結構やばい。なぜなら、こう、まあ、ヤナメディガーだからね。これに勝てばもう、本物よ。本物というか、化け物だよ。まあまあまあ。いや、コストないからね、これは。無双できるよ。ユーノまで行って、ディガまで行く。そうすると、俺が暇になる。マジで、天才的に暇になったな。これディガー来たらたまたま金ゲットできないから。これいらんのじゃね？いるか。ならプリン延命しとけよかったかな。まあまあまあ。いやー、耐えてる耐えてる耐えてる。いやー、ラバ掘りに勝てたらガチで熱いからな。大事なのはコウモリの使いどころだったり、スケドラーっすね、嫌なのは。スケドラを使わせたい。一番きついんだよね、僕のデッキからして。お腹痛くなってきた、このタイミングで。なんで
耐える。耐える。ワンちゃん陸域間に合わないことない。拾っちゃった、拾っちゃったらもしかして拾えない、拾えなかったらもしかして、おーい、いやラバ俺初めて勝てた、ガチでガチで。なんで、いやでも熱いね、マジ熱い。でもさっきのの方がこれよりは意外と勝ちやすいとかもあるかもしんないけど、いやもう勝って、勝てば何でもいいや、もう勝たしてくれ俺を。8000鬼の、さあ集中、あー渋いきついって、なんもないって今ちょうど。いやー、やばい。それだけはやばい。めっちゃ反応は、わけえなぁ。コウモリ上行け。痛すぎるー。でもこれはディガー行きたい。相手も同じようなデッキっすね。コウモリきついだろ。なんで LSP？ テンプレ、絶対ファイスピー。まあまあまあ耐える。いや待って、めっちゃ熱い、めっちゃ熱い。いやーでも結構入ったな。LSP がよくやった。いやこれもマジでめっちゃきつい方なので、ちょっと今静かなのはマジで今だけはやめろっていう腹痛に襲われてる。マジ動画撮影中とかさ、生配信中にさ腹痛とか来たらもうどうにもできないよね。いや男の許容。いやーこれは耐えます、男です。さあアーチャークイーガーいる。これバルキリーいないサイクルだったら結構うざそうだな。ピピピランドいっぱいで、ディガーで迫撃のタゲも一応取ってる。お、めちゃ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 冴えてる。腹痛の時の方がプレイが冴えてる。そんなことある？うん、あと800、まあ、ディガーディガー関係でいきたい。適当に暇なんで打っと、あ着いかこれ。よーん、本気で拾う。ガチだなあの拾いは。でも間に合わないかも。やばい、この焦りのプリンは。いやいい、いやめっちゃいいプリン。あ来た、強制で範囲に。おーい、今取れなくてもよかったかもしんないけど、いやマジでないよ本当に。次勝てば73だ。ワンチャン来たもん。いやギリ届かないですね。7290。いやー73行こう。マジでペース的には悪くない。よろしく。クラン名と名前が一緒、強そうだな。サスケ、うわー最悪だやつだ。お願い、たまたま違ってクロスじゃないことになる。これでクロスじゃないなんてことあるかな。意味わかんないよね。そしたらえ違う、クロスじゃない、待ってザップ来たんだけど。いやでも逆にいいみたいな。いやよかったよかったよかった。
マジでクロスかと思ってさ、ちょっと今の間に削っちゃおうとか思って序盤からダブルディガーやったけど、なんだこれ、アーチャーザップ、マジなんだ。さあウッドも混ぜて、いいよアーチャー、アーチャーやりすぎだな。うわー、一発だけ受けて、あもう一個下げれたか。いや待って、ザップペッカロイじゃん、ペッカロイじゃん、ウッドザップ渋いなんで、ちょ待ってくれ、やプリンとコウモリにウッドザップね。いやマジで対策デッキみたいなの来たよ。まあ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 、まあ、そういうこともあるね。ウッドザップかー、あっちゃうね。なるほどね。ってことはもうプリンはケツから出しても無能なんで橋です。いやもう一回言ったらこれ、あは、何ミラーを読んでんの君。そうペッカロイウッドザップやばいね。どうやったらそうなるんだデッキが。まあ縦線で頑張るしかない。アーチだけ飛ばすか。おーい、やばいよー、やばいよマジで。73いかしてくれ、やれ。あーそれやんないの結構やばいね。いやでもはしまえプリン読みか、ちょっと時差があんな、なんかプリン出してからはしまえプリン読み来てるもん。あーサンステラーか、やば天才やん。いやめんどくさいってそれ、一生ペッカ来るやん。ちょっと待てよ、しかも呪文で削ってくんな。言うて耐えれてる。いやこの言うの2体うざそう。うわテスラまであんのしっかり。あれはまあ硬いことを。いや突然お願い、一発ずつき、一発、おでかい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 、ウッドのおかげで贅沢ウッド野郎だな今の。プリンセスも巻き込もうとね、贅沢したがゆえの。いや結構いいぞ、え相手甘えちゃう、あれなんで諦めた、急に急に諦め、おーいでかすぎー、なんだこれみたいなデッキが来るっすね。いやでも美味しい、いやこれでやばいな。373だ、さあ来た7318、ナイス。いやマジでいいぞこのペースなら、ガチでいける。いやマジで毎日気合で100上げていきます。さあということで8000本気でいくので、ちょっとね皆さん次回もお楽しみに、よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れ様でした、またね。